昇降打による機体の行革変化昇降打は、飛行機の操縦に用いる動力の一つ。エレベーターやエレベーターと呼ばれることもある。機体の左右軸を中心とした動きを制御し機種上げ、機種下げの姿勢にするために使う。主翼と尾翼を備えた一般的な形状の飛行機では、水平尾翼後部の動力が、昇降打になる。操縦輪を引くか、操縦桿を手前に倒す。 昇降打の後円側が上がり、水平尾翼に生じている下向き揚力が増加する。重心周りのモーメントを考えると、微部が下がり、機種が上がる。翼の稼働部分については、水平尾翼後部のみが稼働するタイプが一般的だが、一部の機体では水平尾翼全体が稼働する全誘導式と呼ばれるタイプ、または両者の併用と様々ある。 全誘導式のものは、スタビライザーと昇降打を兼ねることから、スタビレーターとも呼ばれる。水平尾翼に昇降打を組み合わせた場合、速度が音速付近に達すると昇降打前円で、衝撃波が発生し、昇降打付近が低圧となり、結果として縦安定性の悪化につながってしまうため、これを解決するために考案されたのが、全誘導式である。線音速。 超音速飛行での火事の危機器が要求される戦闘機などの高速ジェット機やトリムオフした際の抵抗が少ないことから巡航効率が要求される旅客機に採用されることが多い。無尾翼機では主翼に昇降だと補助翼の機能を兼ね備えたエルボンと呼ばれる動翼を有する。これは左右の動翼を同一の方向に動かすことで昇降だとして 逆の方向に動かすことで補助翼として機能する。カナード付けデルタ翼機など他の昇降打機構を有しているタイプでも併用されている場合が多い。また、V 字型の尾翼配置など一部の飛行機では方向打と昇降打の機能を兼ね備えたラダーベーターと呼ばれる動翼を有する。水平、垂直尾翼を兼ねるため形状としては上返りズノのついた V 字型の尾翼となる。 操縦性に欠ける反面、安定性が高く効力も少ないため、グライダーなどで使用されている。このような斜め尾翼は、レーダー対策としても有効なため、F-117 など一部のステルス機でも採用されている。主翼は、重心より若干後方に位置し、そのため、水平尾翼は水平飛行中マイナスの揚力を発生して、釣り合いをとっている。ありがとうございます。